フレンさん、こんにちは。アカンディス・ートで今日はですね、この新キャラの性能が少し公開されたんで、こちらを今回見ていきたいなと思います。まあ、今回登場するキャラクターはですね、こちらの2体となっております。この新春2023春と決意イ・エルノはですね、これ2人ともめちゃくちゃ可愛いし、超かっこいいって感じになっているんですけど、まあ、いつもはね、16時に登場するんですけど、今回に関しては1月1日の0時から登場するという感じになっておりますので、まあ、少しだけそれね、注意していただけたらなと思います。で、今回お正月 ということで結構いろいろなアップデート来ているんですけど、アップデートに関してはね、あの、一つ前の動画で話しておりますので、ぜひ、下の、コメント欄から見ていただけたらなと思いますということで、まず春から紹介していきたいと思います。 まあ、ああの頃はですね、こたつが動くということで、も、ま、う、あ、お正月やからね、まあ、カーベースでったら相手コートにね、ぬくぬくこたつってやつを出すことができるんですけど、ま、あそれで相手を追いかけて誘惑する感じになっております。で、まあ、相手はね、それに触れてる間はスタミナ回復とかはね、してしまうんやけど、一定時間触れてしまうと、この睡眠状態になるということで、まあ、この睡眠状態中はね、一定時間動けなくなるという感じになっていますので、まあ、相手は基本的には避けながら戦う感じになるかなと思います。 で、これ、ミウェに対して聞いていますんで、まあ、地面型ギミック向こう、まあ、持ってるじゃないですか。なので、地面ギミックではないと。なので、空中型ギミックなのか、はたまた障害物ギミック的なね、空中地面ギミック向こうを貫通してくる形だと非常に強いかなと思うんですけど、それはま、登場してからのお楽しみっていう感じですね。で、まあ、さらに空中地面ギミックに触れるたび、スタミナ回復とか、特有状態中は打球効果向こう、あとま、打球加速とかもついておりました。では、まあ、新起動、今回も追加されるんですけど、 起動改ざんショットということで特殊状態中スマッシュ打球か2打球ごと結構ハイペースですよね、まあ、その時に打球が起動改ざんショットに変化するとでこれがどういうものかっていうと打球方向を一部差小するいたずらなショットということでもうこれ見てくださいよ絶対 これぐらいこんなさバー,バーっていきなり曲がってきたりさマジでやばいかなと思うんですけどこれって機能と着弾って見えなくする性能もついているのかなちょっと画質が悪くてねいまいち見ることができないんやけど一応ミュウエの上にねなんかちょっとバッテンっぽいマークが見えんこともないからワンチャンついてるかもせえへんけどもしついてなかったらそれはそれで弱い気もするしなんかま負けてる時だけま相手の起動と着弾って封印するとかそんなんついててもおかしくない気はするんやけどこれってまあ何かしらの規則性はあると思います んで、まあ、ただしですね、操作で決定した。なので、まあ、右フリックしたら、一回左とかにバーって行くんやけど、また、まあ、右にどうせ来るみたいな着弾地点は差し押しないという感じになっておりますので、春使ってる側の人はちゃんとね、まあ、あのー、打ち分けることができますと。で、まあ、さっき紹介したこのぬくぬくこたつと組み合わせて相手を翻弄して得点していくという感じになっております。でさら さらにさらに、逆境時はクリアコンディションっていうやつでね、相手の強化特殊状態解除しちゃいます。やばない逆境時って、この春が負けてることを指すんで、同点と勝ってる時はこれ発動しないんですけど、もし逆境時になったら、解除して勝つ、強化特殊状態無効を付与するということで、相手そのポイント中ね、SS 打ったとしても特殊状態になれないんですよ。やばすぎん、これ。<laughs> こんなんされたらマジひとたまじた玉にもない気がするんやけど、もう今度はがついていますと。なので変 店で履いてるだけで強いですよね。負けてる時に相手がね。特殊状態のキャラでサーブしようとした瞬間にこの子出してあげれば、相手は解除してワンポイントが得意状態になれない。非常にまヤ、あ、バいものとなっております。 というわけで続いてはですね、このエレノアの性能紹介していきたいなと思います。もうこの子はこの子でなかなかにやばそうで、まずこの子は闇のルーンドライブ解放ということで、滅殺と抑圧の2種類のモードを使用することは可能ですと。で、この真ん中にね、アナザーアクションボタンがありますんで、多分これで上フリックすると滅殺、下フリックすると抑圧のモードになるって感じかなと思うんですけど、このね、上フリックして滅殺の状態にして、フォアハンドとバックハンドを交互、まあ右とか左を交互に打つことによって、連鎖 することは可能ということでこのレーザーどういうものかっていうとまあ、これ見ていただいたらわかるかなと思うんですけど毎回この結構早めのショットで入れバギミック出すことができますやばいよねまあ、闇の王子みたいに将棋派で相手の体力を枯らしているっていうことはナクサゲなんでまあ、体力を枯らすのはあんまり期待できないかもせえへんねんけど毎回ねこれ撃てるのは結構強いもしボレーエリアからでも撃てたら結構やばいんじゃないかなと思いますでしかもこの滅殺状態でまあ、どんどん撃ちまくっていったらね相手ね解除されない強力 得意状態にいまあ、こんなんがあって。で、もう一つのモード。この抑圧状態。まあ、多分下フリックすると慣れるモードなんですけど。まあ、これはですね、さっきと逆で、フォアハンドとバックハンドのどちらかを連続で打つことで連鎖可能ということで。まあ、こっちの場合は、まあ、コードを出すことができますんで、相手が地面型ギミック無効なかったらね、エッセイズ雰囲をかけることができると。これはこれで結構強いですよね。で、こっちの、 まあ、特殊な能力。まあ、さっきは特殊状態、絶対解除されないモードになれるじゃないですか。で、こっちは何かっていうと、このショットを連発すると、コード全体の強化特殊状態を解除することができますと。やばいよね。普通に連発のやつだけで解除できるわけですよ。いや、ほんま解除キャラとかね、他に入れなくていいっていうのは結構でかいですよね。なんか解除するキャラってさ、結構解除のためだけみたいな感じやん。あんま他のキャラに対して戦えないんやけど、この子は結構いけそうなんでね、結構楽しみですよね。 で、まあ、あと、スイングレイがちょっと広いっていうのと、あと、まあ、エアモードできるのも結構いいポイントですよね。で、あともう一つ、この終焉のカウントダウン。まあ、時間経過でどんどんカウントダウンが進んでいって、コート全体に強化特異状態解除と SS 改ざんの呪いを展開ということで、まあ、ここでもね、相手の解除をすることができますと、しかも改ざんもすることができますんで、相手が SS ゲージ溜まっててね、SS 売ったとしても、まあ、特異状態になれないっていう、まあ、最悪の状態にすることができますんで、まあ、これもね、めちゃくちゃ強いですよね。で で、しかもね、相手にはそういうのかけるんですけど、自分は呪い聞かへんし、解除も聞かないっていうね、なかなかやばいキャラクターとなっていて、このカウントダウンっていうのは、モードや状況によって進み方が変化するみたいなんで、まあ、その細かい性能とかに関しては実装されてから見る感じになるかなと思うんですけど、いや、ほんまにね、この子はなんかもうやばそうな感じがプンプンしてますよね。多分ね、性能これからもどんどん追加される気がするからさ、まあ、あれやけど、まあまあまああの、飛縁 SS っていうのを言い忘れてます。 はい、楽しみにしておきたいなと思います。 で、まあ、ガチャに関してなんですけど、この聖夜二2022番のルチアに関してはね、1月16日まで引くことができますんで、またね、今のところまあ、急いで引く必要ないかなと思うんですけど、このカルマですよね。ただこのカルマもね、今回に関しては急がなくてよくて、まあ、今回お正月キャラね、さっきも言った通り、1月1日に登場しますと、で、このカルマのガチャに関しては1月2日まで引けるという感じになっておりますんで、もしお正月キャラが弱かったらカルマ引いてもいいし、まあ、あの、お正月キャラが強ければもちろんそっち 引くみたいなまあ、カルマもね普通に相手が空中地面向こうついていたとしても動けなくするあのギミ,ギミックをね出すことができますんでこれからも結構強いと思いますんでねまあ取っててもいいんじゃないかなと思うんですけどそれはお正月のキャラクターの強さ次第なところもあるかなと思いますんでその選択を今の段階でしなくていいのは結構熱いんじゃないかなと思いますこれ結構いいよね毎回こうしてくれたらいいのになと思うけどまあまあ今回特別っていう感じですねあとは周年時もこんなことがあるんですけどでまあ今回やっている このサバイバルタワー、皆さんこれやってますか僕ね、1日目しかやってなくて、今ギリギリ脱落してない感じになるのかな今4階で 生存フロアにいるみたいですね。はい。3階まで、あの、あれみたいなんで、多分ね、明日になると4階までが脱落になってしまうのかな。てか、まあ、そんなね、低いところで争うんではなくてですね、一応、ま、高い順位に入ると、まあ、高い、あれですね、タワーの回数にいると、まあ、結構ね、いい報酬もらうことができて、まあ、1位の方だったらこんな感じ。特に、ま、こういうイベントの時にしかもらうことができない、この白熱のルーもらうことができますんで、まあ、特別な靴を作りたい方に関してはですね、まあ、この機会に、まあ、高い順位を 撮っていいたただけたらなと思いますだから4回で位ってあれやけどまとああとりあえずこれあと1日ななんででねぜひあの急いいいやってたただけたらなと思いますあとはですね、このお知らせのね、オセニアンのやつ、今回久しぶりに来たんですけども、これ白猫テニスのアプリ内からこちらの詳細を押して今すぐしようっていうところを押すだけでですね、100ガチャポイント、これ全部見なくていいですよ。もう飛んですぐアプリに戻ってくるだけで100ガチャポイントもらえるという感じになっておりますので、こちらも忘れないように撮っていただけたらなと思います。まあ、この動画30分ぐらいあるんです けど先ほどですね10分ぐらいの動画にまとめたものもありますのでぜひそちらも合わせて見ていただけるといいんじゃないかなと思いますということでまた皆さんお会いしましょうバイバイ